鏡山旧錦絵とは、歌舞伎の演目の一つ。天明2年1月に、江戸劇座で初演された、人形浄瑠璃、鏡山旧錦絵の一部を歌舞伎として脚色したもの。原稿の文楽と、同様、鏡山旧錦絵の下台で上演されることもある。通称、鏡山。源頼朝の即上お姫は、言い,い名付けの源義高が処刑されたことを悲しみ、 吉高の母体を弔おうと出家を遂げることになった。鎌倉初世寺での参経を終え、ひとまずその別当所において、王姫とそれに付き従う中老をおのえ、局、岩藤の一行は休息している。王姫は吉高より贈られた、年次物、朝日の尊蔵を、吉高供養のためにしかるべき寺に収めるよう、おのえに預けた。ながそばで見ていた岩藤は、それが気に入らず、 おのえに言いがかりをつけついには、市内での勝負をせよという、大姫の友としてこの場にいた侍のよりざき求めは、岩藤をいさめるが聞き入れない。おのえはもともと町人の娘で武芸の心得はなかった。それを知っていて、わざと勝負せよという岩藤、困惑するおのえ。市内内ちの場。舞台左側の大臣柱には、鏡山球金という文字があるが、 実際の舞台を映したのではない見立てへと見られる。初代、歌川豊国が。とそこへ出てきたのは、お上に仕える下女のお初であった。お初は、主のお上に代わって自分が、その勝負を受けるといい勝負に及び、岩藤月の腰元たちと岩藤をしないで打ちまかす。お上は出過ぎたことと、表向きは、お初を叱るも、内心では、お初の働きを喜ぶ。 しかし岩藤はこれにより、上に対して、いよいよ憎悪の炎を燃え上がらせるのであった。頼朝の命により、王姫の出家の同志として、大覚禅寺が選ばれ、その老によって禅寺に乱者町の名木が下される、ことになった。禅寺に乱者町を渡す役目を仰せかった、県、沢男女が上司として、奥五天に乱者町を受け取りに来る。その乱者町の公簿は、 おのえが預かり持っていた。局の岩藤も同席する中、おのえが男女の前に鉱木の入った箱を差し出した。男女は箱を開けて中身を改めるが、おのえに今一度中身を改めよと箱を突き返す。不審ながらも箱の中身を改めるおのえだったが、中を見て行転する。なんと中に入っていたのは鉱木、乱者町にあらずして草履の形ではないか。 その草履とは、実は、岩藤の使っている上草履であった。岩藤は斧江が、乱者町を盗み、自分にその罪をこすりつけるために草履とすり替えたので、あろうと己を責め、ついにはその草履でもって、己を散々に殴る。己は、無念さをこらえながらその草履を懐にして、自分の部屋へと無言で下がった。お初は、主の斧江の,の部屋で、 出迎える支度も済ませて、おのえを待っている。日も暮れて、おのえが、奥御殿より下がり戻ってきた。しかし、おのえの顔色も悪く憔悴した様子に、出迎えたおつは、案じるが、おのえは岩藤に、草履で殴られたことは言わず、言葉を紛らして、自分の部屋に入った。お初はおのえを案じつつも、茶を入れたりおのえの肩を揉んだりする。話をするうちに、 中心蔵のことについて話が及び、縁や方眼が、こうもろなおに、電柱で人情に及んだのは丹魚であるとお初は,は述べる。やがて戦字薬をあげようとお初がその場を外した間、おのえは、硯箱と紙を出して、何かを書きつけ始めたが、実はそれは、里の親宛の書き置きであった。おのえは岩藤より受けた地軸に耐えかね、自害する覚悟をしたのである。お初は,は、 おのえの前に薬を差し出したが、おのえはかき置きと草履をふばこに入れ、親里に届けるよう命じた。もちろんふばこの中身については伏せている。お初は,はもう暗いしそのふばこは明日届けてはというが、おのえは今すぐ届けようと厳しく言いつけるので、いたか方なく、よそいきに着替えて、気がかりながらも出かけてゆく。それを見送ったおのえは、自分に心から使えるお初や里の両親に自害する、ことを浴び、 嘆きつつ仏前へとは入るのだった。おのえの実家に不箱を届けに行くお初が夜道でカラスの泣き声を聞き、あるじおのえの身の上を案じる、うていきの場面。天保三年江戸中村座の桜時女行列二代目中村主観のお初。三人の黒子がついているのは人形ぶりを表す。歌川国吉が。お初は,はおのえの実家に向かおうとするが、後に残した。 おのえのことがどうにも気がかりでならない。箱上鎮を持って道案内させる中間も縁起の悪いことばかり言うので、お初は途中で中間を帰らせ一人、道を行くことにした。しかしさらにカラスの鳴く声を聞き、いよいよ縁起の悪さに胸騒ぎを覚える。するとそこへ走ってきたのは、牛地町からとやつの伊達だいら。主勢は乱者町の香木を入れた箱を持ち、 伊達平はそれを追いかけていたのであった。手勢と伊達平は、香木の入った箱を取り合ううち、それに、おはつも巻き込まれて、ふばこと香木の箱が取り違えられ、とうとうふばこの中身は飛び出してしまう。書状の上書きには、書き置きの文字、そしてそれに添えられた草履。それらを見たおはつは仰天し、こりゃこうしてはいられぬ。わいのと、書き置きと草履を手にし、大急ぎで。 おのえのもとへと引き返す。だがその頃おのえの部屋では、おのえが会見で、自らの喉をついていた。そこに現れたのは局の岩藤。断末魔のおのえが抵抗するも、岩藤はおのえを蹴飛ばして、朝日の尊蔵を奪い、その場を去った。おつは、大急ぎで、おのえの部屋にたどり着くが、すべては、後の祭りであった。おのえは、岩藤が尊蔵を奪っていったと言い残し絶命する。 お初は、実はおのえが、御殿で、岩藤から地辱を受けたことを聞いており、中心蔵の話をしたのも、あるじおのえに短量なことしないようにと、それとなく、いさめたつもりであった。お初は嘆きつつも、おのえの死骸を片付け、自害に使った会見を握ってこの上は、あるじおのえの仇である岩藤を打たずには置くものかと、決意する。表では、雷が響き、雨が降り出していた。 雨の降る御殿の奥庭に傘を差して岩藤はいた。そこへ、お初が声をかける。実は、主人おのえが急に具合を悪くしたので、岩藤に様子を見舞ってほしいという。だが岩藤はその場で頭痛がするのでいけないと毛病を使う。それを見たお初は,は、頭痛の治る良いお守りがあるといい、例の草履を岩藤の頭の上に乗せた。岩藤は怒り、草履でもって、 お初を散々に殴る。するとその弾みで、岩藤が隠し持っていた朝日の尊像が落ちた。お初は,はそれを素早く奪い取り、今こそ、あるじおのえの恨み受けてみよと岩藤と争い、とど切り殺してその死骸を草履で打つのであった。とその時、伊織崎求が腰元たちを引き連れ現れた。お初は,は、朝日の尊像とおのえの書き置きを求めに差し出し、自害しようとするが止められる。 岩藤は、おうちを揺るがす悪人の一味であると露見し、お初は、その忠義と働きにより、二代目のおのえとして取り立てられ、おうちに仕えることになったのだった。名作歌舞伎全集初集の台本には、実は、別途書しないうちの場の前に、初瀬寺花見の場が収録されている。この芝居は古くはその序幕として、花見という場が必ず出されており、 そこでは、花見時の寺社の参詣に訪れた上富士、お上えやいわふまたそれに従う、腰元たちなどが、ずらりと舞台に並び、善人悪人交えてのやりとりがあった。しかし、上でも述べたように、この芝居は古くは演じられるたびにその内容を変えており、花見の場所も、初セデ寺だったり、戦争寺だったりと、一定していない。また、花見の場は、現行の東京式では、 上演が絶えており、名作歌舞伎全集初集の初瀬テラ花見の場も、ほんの申し訳程度に筋を追うだけの簡略な内容なので、そのあらす筋については省略した。直城方式の上演では、花見の場は現在も出されているが、しないうちの場は出さないことになっている。本作は、ギダユージョールリの鏡山急西系の中の6段目と7段目を、 脚色したものであるが、その内容は、浄瑠璃のものとはいろいろと相違している。これは歌舞伎に、いわゆる鏡山物として取り入れられて後、上のあだである岩藤をお初が打つという話は、大筋においては変わっていないものの、人物の設定や演出などは、その都度書き換えられ、それが、近代以降に内容が固まって、現在にまで伝えられたものである。下台についても、 鏡山急錦絵という下台で演じられるようになったのは明治以降のことであり、それ以前は演じるたびに下台も変わるのが常であった。それは違う芝居の一部として、この鏡山物の,の下りが演じられていたからである。ただしこれは江戸でのことであり、上方においては江戸時代から鏡山急錦絵の下台で演じられている。 この芝居の特色は出てくる役の多くが、武家の奥勤めの女たちであり、立役すなわち男の役は、伊織崎求や剣沢男長など、出番も少なく限られている。いわば女を演じる、お山の活躍する芝居であるとも言えるが、岩藤の場合は火薬、すなわち立役の役者が演じる場合が多い。普段は立役を務める役者が演じることによって、剣のある、 肉肉しげな女の敵役として演じられるものであり、その点は、歌舞伎のキャラ仙台萩の蜂塩と同じである。なお、岩藤だけではなく、岩藤月の腰元たちも、やはり立役から出るのが例となっている。しかしこの岩藤という役は、ただ肉らしいというだけではなく、色気もある、程度必要とされる。それは、花見の場に、原作の浄瑠璃と、同様、 岩藤が若侍に惚れてく説くなどといった場面があったからだという。また、キャラ仙台萩の八潮よりも役としては岩藤の方がずっと格が上であるともされている。この岩藤に対する絵は辛抱役である。岩藤に乱者町を盗んだだろうと責められ、ついには草履でもって殴られるという恥辱を受けて結局言葉を返すことができず、自害するまでに追い詰められる。 お山として発散できるところのない役と言われる。岩藤に草履で殴られた後、花道を経て引っ込むが、その次の、小野え部屋の出番まで実際に一言も口を聞かず、うなだれていなければならないと言われるほど気を使う役で、ある。役の証言としては、娘役のつもりで演じるべきだと二代目、坂東周長は説いている。この二代目周長から五代目、中村歌右衛門は、 おのえについて教えを受け、さらにその五代目の方は六代目歌い門に伝わった。それに比べて下女のお初はしどころの多い役と言える。しないうちでは岩藤に誰が許してここに来たと正たされながらもあるじおのえについての申し開きをし、さらに自分が主人になりかわり相手をすると願い出て、まず岩藤月の腰元たちとの立ち合いでことごとく打ちまかし、 さらにそれを見ていた岩藤と直接対決してこれも打ちまかす。一方この様子に、小野は、旅外ハメとお初をしっかり線で打ち据えるが、実は岩藤には見えないよう、お初ではなく自分の膝を打つのが型となっており、内心では、よくやったと喜んでいるのが腹である。小野部屋は、古くはこの場の前に、長老家の場を出しており、情報式では現在でも、この長老家の場がある。 原作の浄瑠璃、鏡山旧西系と同じく奥御天と奥女中たちの暮らす長曲とをつなぐ廊下である。名作歌舞伎全集の台本では幕が開いて最初に小野部屋を見せた後回り舞台で長老家に場面が変わり小野枝を発が出迎えることがあってまた舞台が回り元の小野部屋の場に戻るが現在の東京式では長老家は 尾のえ部屋の場の中に含めており、花道を長老家に見立てて、お初が尾のえを出迎える段取りとなっている。なお、造立内で最後に、尾のえが引っ込む下りと、尾のえ部屋では現在、芝居に竹本を用いているが、古くは竹本を使わずに演じられていた。これは、火影三年三月に、市村座で上演された、隅田川大鼓画門で使って、以来のことだという。 お初がおのえに命じられ、その実家にそれとは知らずに衣装を届けに行く。うって行きの場では、中間を介して、一人になったお初に、牛島力と奴の伊達平も追いつおわれつしながら、出てきて、都度本舞台でこの三人の、だんまりとなる。ただし古くはこの場も、鏡山物が違う芝居の一部として演じられた、ことにより、主勢や伊達平ではなく、 他の筋に関わる人物たちが登場し、それに、お初が巻き込まれるというパターンであった。再び舞台が、おのえ部屋に戻り、おのえが存在を奪われたことを駆けつけたお初に、言い残し絶命した後、お初が嘆きつつも、死骸を片付け、主の仇を打たずに置くものかという下りは、金本中心ぐらい四段目の白明け渡しの体制、由良の助張りに、 尾上が自害に使った会見を持ちながら決意するという芝居を見せる。幕切れは名作歌舞伎全集では松の木に絡む藤の花をあだの岩藤に見立てて切りつけ、その表紙に縁側から転げ落ちる様子を見せて幕となるが、これは尾上部屋が二重舞台の場合にできることであり、現在の東京式では大抵が 歌いもん系の平舞台の大道具なので、この方は行われていない。他には、仇役の腰元が現れお初に絡むがそれを投げ、組み敷きながら幕となる方も古くにはあった。なお情報式では、幕切れ直前に中間が一人舞台に出てきて、その着ていたまんじゅう傘と油がっぱをお初が奪い、花道を経て引っ込み幕という方がある。次の場の奥庭では、 岩藤に声をかけるお初が、まんじゅう傘と油合っぱを着ているからである。雨の降る奥庭では、蛇の目傘を差している岩藤をお初が呼び止め、尊蔵を取り返してからは、岩藤とお初二人の立ち回りとなるが、この時、八千代寺種という下座音楽を使うのは、この岩藤を当たり役とした、初代、小野松助の工夫によるものと伝わる。岩藤の持った傘を、 縦の中で使い、下座や付けに合わせて、見絵を切るなど、様式的な立ち回りを見せる。最後に岩藤はとどめを刺されるが、その前に、ドロドロの下座に合わせて、幽霊の仕草を見せるのは、文化11年3月に、市村座で初演された、墨田川花御所染めにおいて上演した時の方が、伝わったものだという。歌舞伎オンステージ6408ページ。 名作歌舞伎全集第13巻237ページ、歌舞伎オンステージ6372ページ、歌舞伎オンステージ6374ページ、380ページ、歌舞伎見どころ聞きどころ42から44ページ、歌舞伎見どころ聞きどころ45ページ、歌舞伎名作全集第13巻260から261ページ、歌舞伎オンステージ6404ページ、 名作歌舞伎全集第13巻273ページ、名作歌舞伎全集第13巻240ページ、歌舞伎オンステージ6408ページ、名作歌舞伎全集第13巻340ページ、歌舞伎オンステージ6408ページ、ありがとうございます。